行こう、あっちだ。ニールも無事だといいな。ニール？彼も一緒だったの？ああ、ここに来る途中ではぐれたんだ。これ使えるの？修理すればな。だが電圧が落ちてる。替えのバッテリーと燃料がいるな。ああ、それをこの寂れた村で探すわけね。そういうこと。探しに行きましょう。ここも安全じゃないわ。燃料倉庫なの。でも入り口が塞がってる。
そこの家だけ明かりがついてる。これがバッテリーね。あとは燃料か。脅かすなよ、新人。見ろよ、これ見つけたんだ。脆い壁くらいなら壊せるぞ。中に使えるものがないかな。
ペトロ、ドリルの出番よ。壊してほしいものがあるの。任せろ、案内してくれ。よし、下がってろ。またあいつらに来たわ。マジかよ、やべえ。近づけないでくれよ。ゲイブに届けに行こう。クレア、聞いてくれ。腕輪の通信が解析できた。発信源はここから北の方向。電波が阻害されない高い場所だ。北の高い場所ね。お手柄よ、ペドロ。脱出の糸口になるかもしれない。必要なものは揃ったわね。さすがクレアだ。やっぱり頼りになるな。あとは俺に任せてくれ。新品同様に修理してやるからな。何なの？またオーバシア？まずいわね。音であいつらが集まってくる。やめよ、何とかしなきゃ。俺はヘリの修理を急ぐ。うるさいサイレンを止めてくれ。オーケー、私たちは酒場へ向かうわ。ゲームは修理をお願い。スイッチは酒場の中で探そう。
逃げられない。おしまいだ。落ち着いてペドロ。なんだこの腕は。わあ、窓が壊される。じゃあその前に攻撃して。もうダメだ、もうやべえって。落ち着いてよ、まだ諦めないで。
から扉を開ける。待ってろ。鍵を開けた。行け。これで持つ。だといいが。待って、ニール。ゲーブがまだ。わかっているが、ここで待つのは危険だ。心配するな。あいつは元軍人だ。これくらいのことで簡単にやられたりはしないさ。この向こうだ。手伝ってくれ。行くぞ。持ち上げろ。行け。君もだ。